久保さん、今回、令和新選組にしましょうか。まあ、ちょっと朝風呂入ってきたんですけど、あの、朝風呂中、最近僕、TikTok を見てるんですよ。チェックしてるんですけど。で、アメバ TV で切りアメバ TV のアカウントか。で、その、令和新選組の山本太郎さんとひろゆきさんのやりとりの切り抜きが TikTok にアップされてて、それちょっと見たんですけど、あの、まあ、ひろゆきさんがね、 まあ、こんだけその、まあ、まあ、一期一会は合ってないですけど、まあかん、ニュアンスとしては、あの、最,最下層というかね、あの困ってる人はたくさんいるんだから、例は新選組に流れるだろうと、みたいな、じゃあなんで流れてないのみたいなね、そういうなんか、うん、コンセプトを掲げてるのに、みたいな。で、山本太郎さんが言うのが、返し方がやっぱねせ、うまいなっていうか、やっぱ、 トークめっっちゃしてままますすからね、うまいなと思ったんですけど、まあ確かに、あのー、今コロナの状況でねこういう状況になって、えー、ピンチな人つら、えー、い人がたくさん出てると思います、うん、ただただなんだあのー、自分の現状がつらいと選挙だったりとかあの政治の方にもうそもそも目を向けられない人も増えてると思いますみたいな。 みたいな解消してて、うまいなと思いましたね。<laughs> そう。なんで増えないんですかみたいな。なんで増えないんですかいや、だから、だからこそ、<laughs> あの政治に興味を持てないぐらいの人たちも増えてると。ね、増えてるから増えてるみたいなね。この返しがうまかったなと思うんですよね。<laughs> だからその、なんだろうな、目の前の、 あのことにいっぱいいっぱいだと、やっぱ周りが見えなくなるんですよね。うん、で、あの冷静な判断ができなかったりとか、まあ、今回もセールスした時にまあそに、投資の詐欺にすげえ騙されたっていう人、すげえ何人もいまして、<laughs> 客観的に見れば多分分かると思うんですよで。客観的に見ても分かんない部分もありますよ。プロが見てもよく分かんない情報もあるので。 だまあその精度が高くなってますから、情報の、その、なんだ、騙す方の制度もですね。オレオレ詐欺に関しても、なんや、あの、最初はね、俺だよ、俺だよ、みたいなとこからあの発動して、今はなんか、弁護士とか警察出てくるみたいなね。もう役者いっぱい出てくるみたいなね。それもうね、劇団、劇団詐欺やんみたいなね。もうオレオレ詐欺じゃなくて、劇団詐欺だみたいなね、話になってるんですけど。何が言いたいのかっていうと、 目の前のことに一生懸命なることも大事だしだけどあの久保さんが言う通り未来を想定して今を頑張るっていうことも大事なんですよ目先の問題を解決することも大事なんだけども将来のどうなりたいのかっていうところも考えて動いてるかっていうところも大事でうーんまあ結局まあ日々も なんだこれ1分ぐらい2分ぐらい3分か3分取ってもう3分後の未来になっちゃってるんですよね今でも今喋ってるのは今なんですけどもなんかもう3分未来経ってるわけですよまあこれが時間のまあ一般的な流れですよねまあトマベ部さんとか未来時間がこう降りてくるみたいなね降ってくるみたいなねまあそういう思考もあるんだけども確かにそれも僕はあのいい考え方だなと思うんですけどもまああの年老いてくしまあそれは事実じゃないですか うん、最初から年を取っていて若返るっていうわけではないので、まあ、心は、ね、若返らせることはできるんだけども肉体的に衰えていくっていうのは、ね、久保さんも一番最初の頃ねあのスーツ姿でやってた時と今全然その顔が全然違いますからね,、まあ、ねあのスーツ姿の時はバシみたいな感じだったけど今陰隠居みたいな、ね、全然風格が違うみたいなだからそのもう変わるんじゃないそんなの分か,かるわけじゃないですか年取っていくみたいな。 僕もそうですし、僕はいつも意識してるのが、未来のこともわからないし、今一生懸命生きるっていうのも大事だし、全部大事なんですよ。で、一番大事なことは、未来どうなりたいのかって話なんですね。うん。今どうあるべきかも大事なんだけども、もっと上の階層で言うならば、未来どうありたいかって話ですね。自分の未来はどうありたいかっていう。うーん。 だ久保さんで言うならばなんだ年取って五十6 0ぐらいの時にスーパーおじいさんになってあの父さんになりたいみたいなね金持ちできマッチョみたいなねまあそれを未来像を描いてるわけじゃないですかで僕もあの未来像っていうのがあるわけですよこういうことやりたいなみたいなねうんだからそこに向かうためにた日々あのやるっていううんでも今の問題でもないんだけども未来の問題なんですよだ未来の問題を今一生懸命できるかっていうことも大事ですね そう未来の問題を今一生懸命できるのかっていううんそうだか,らだからまあグーグルの教えとかもあるんですけども大きくねビジョンは大きくやることはスモールみたいなねやることはスモールとビジョンは大きくみたいなでやることはスモールみたいなこれグーグルの教えの一つであるらしいんですけどね会社理念とかでうん もう本当それ大事だなと思いますね。自分はどこを目指しているのかっていう、どうなりたいのかっていう。うん。そう。だから、結局そのトラウマだったりとか、過去のせいにしたりとか、環境のせいにしたいしてる人が非常に多いんですよ。もうめちゃくちゃ多いですね。お金のせいにしたりとか、時間のせいにしたりとか、環境のせいにしたりとか、もうめちゃくちゃ多いんですね。あと、人のせいにしたりとか。とりあえず、なんか、あの、できない理由を言うんですけど、 未来あなたはどうしたいのって話でシンプルにずっとそのそこでアードコーダーできない理由言ってんですかみたいな話で未来どうしたいんですかと3年後5年後10年後どんな生活したいんですかそれでいいんですかっていうその問いに対してはどう答えるんですかって話ですよねうん <laughs> そううんはいいってらっしゃい